大城は外に構える。ストレート、山田の打球ライトに上がった、ライトに上がった、ライトに上がってフェアです。今ゆっくりと塩見が帰ってきて、山田も2塁へ。スワローズ先制。村上の前打つ3番山田のタイムリー。打者3人でスワローズが先制です。村上の前を打つこの山田テストのタイムリー、1点を先制しましたスワローズ。そして村上の第1打席はデッドボールでした。ただ江川さん、よく1点でしのいだという言い方もできると思いますが、私はそう思います。52号は阪神の青柳、53号は広島大瀬良と、そして菅野、大勢とエース級から打っている村上、その村上の前の山田、ツーベースヒットです。初回もタイムリーを打った山田、今日2打数2安打です。タイガースの対戦はもう残されていませんので、はい、丸の当たり、セカンド山田よく取った、一塁はアウト。山田のファインプレー、気持ちが出ています。一球一打への集中力、今日は丸にファインプレーもありました。今度はお返しと言わんばかりに山田、すごいですね。普通ではアウトにならないでしょうね、これ、まあ、ならないでしょってプロに言うの失礼ですけどね。ヒットですよね普通はね。そこを取って、そして一塁アウトにしていると。